グレート・ポートランド・ストリート駅は、イギリス・ロンドンのシティ・オブ・ウェストミンスターにある、ロンドン地下鉄の駅である。メトロポリタン線、ハマースミスシティ線及びサークル線の列車が、発着する。各路線は、同じ線路、同じホームを共用する。観光名所、リージェンツ・パークに近い。駅は、トラベルカードゾーン1にある。この駅は、ビショップスロード駅。 パリンドンストリート駅で開業した世界初の地下鉄であるメトロポリタン鉄道の一部として開業した。この駅は1863年1月10日にポートランドロード駅として開業し、1917年3月1日に現在の駅名に改称された。近隣の名称としては、 リージェンツパーク及び1960年代に開業した際には、ロンドンで最も高いビルであった、ポストオフィスタワーがある。また、この駅は、ベーカールー0のリージェンツパーク駅にとても近い。この駅は、学生の寮及びホステルである、インターナショナルスチューデントハウスの本館から通りを挟んだ場所にある。また、医師と外科医で有名なハーレーストリートにも近い。 abcd マルチイヤーステーションエントリーエグジットフィギュアスロンドンアンダーグラウンドステーションパッセンジャーユーセージデータロンドン交通局2015年3月31日閲覧ありがとうございます